カイト、夏季講習お疲れ。あ、いつきくん。なあ、明日からうちの実家に遊びに来ないか。え、いいの？うわあ、嬉しい。俺は全寮制の男子高校3年生で、寮長のこの絵いつき。今年の夏休みは、両親が海外在住で帰省できないカイトを誘って実家に帰ることにした。楽しみだな。でも、そんな大したところじゃないから、あんま期待すんなよ。え、いつきくんの家族にも会えて、いつきくんが住んでた家や町に行けるなんて、僕には最高の夏休みだよ。この笑顔がたまんねえんだよな。わあ、海だ。おいおい、子供じゃないんだから。だって寮に入ってから遠出してないから、何見てもテンション上がっちゃって。お前かわいすぎ。うん。ただいま。ああ、おかえりなさい、いつきくん。せっかくなのにお父さん出張でいなくてごめんね。いいって。お兄ちゃん。ほのか、相変わらず元気だな。こいつが、その後輩の深川海人だ。よろしくお願いします。自分の家だと思ってくつろいでいってね。じー、ありがとうございます。後輩海人くんって彼女いるの？え、こらほのか、突然そんなこと聞かないの。じゃあお兄ちゃんは？いないよ、受験生は恋愛なんてしてる暇ないし。うん。海人、一緒に入るか？え、いいの？ああ、実家でお前と風呂に入るなんて、なんつうか、もう。あら、二人で入るの？わ、いや、まあ狭いから一人ずつ入った方がゆっくりできるわよ。そうだね、そうするよ。はあ、じゃあまた後でな。うん。俺の部屋でカイトが隣に寝てる。やばい、ドキドキしてきた。てか、心臓の音がカイトに聞こえてたらどうしよう。俺、こういうの初めてだから緊張するわ。ああ、うん。カイト、元気ないけど大丈夫か？うん、ちょっと疲れちゃって。僕、もう寝るね。恋人って紹介しなかったの、気にしてんのかな？いつきくん、今日は。お兄ちゃん、カイトくん、プール行こう。ほのかは宿題が残ってるでしょ。じゃあ一緒に寄って。しょうがないな、ちょっとだけだぞ。やった、わかんない。ほら、ここまでは前と同じ考え方で。あ、カイト、ごめんな、俺の部屋自由に使っていいから。うん、わかった、僕のことは気にしないでね。あ、小学生のいつきくん、かわいいな。あ、僕も女の子だったらこんな気持ちにならずに済んだのかな。はあ、カイト、終わったぞ。あ、はい。明日は二人で海でも行くか。ほのかちゃんはいいの？ああ、二人で過ごす初めての夏休みなんだからさ、気にすんなって。うん。あ、くすぐったいよ。優しく塗ってやってんだろ、我慢しろって。ほら。やめてよ、いつきくん。ねえ、いつきくん、もしも僕が溺れたら助けに来てくれる？何言ってんだ、当たり前だろ。もちろん命を懸けても助けるよ。いつきくん。あのさ、この後ちょっと行きたいところがあるんだ。ん？そのカイトには伝えようと思ってたんだけど、実は俺、母さんとほのかとは血がつながってなくて。え？実の母親は俺が小児の時に病死して、その後に父さんが再婚してほのかが生まれたんだ。そうだったんだ。全寮制の学校に入ったのもそれで、なんとなく家に居づらかったからでさ。大変だったんだね、いつきくん。自分のことより周りに気遣ってばっかりで全然知らなかった。でもそのおかげでカイトに出会えたんだ。だから俺は幸せだよ、いつきくん。母さんに紹介するとき、恋人って言えなくてごめんな。気にしてただろ。でもそういう事情があるならしょうがないよ。いや、俺が臆病なだけで、俺たちのこと伝えたら受け入れてくれると思う。優しい人たちだから。ここさ、俺の秘密基地だったんだ。寂しくなってもここに来ると安心できた。そっか、いつきくんの思い出を共有できて僕すごく嬉しいよ。俺も誰にも教えてない特別な場所にカイトを連れてこれてよかった。夕日本当に綺麗だね。だろ、一緒にこの景色を見れるなんて最高だよ。うん。明日戻っちゃうなんて寂しいわね。母さん、ちょっといいかな。どうしたの？カイトもいいか。え？実はその俺とカイトは付き合ってるんだ。付き合ってる？それって。ああ、恋人同士ってこと。そうなのね。正直急な話で混乱してるけど、二人のこと
理解できるように努力する。母さん、ありがとう。いつきくんが心から大事に思える人ができて嬉しいわ。止めてくださってありがとうございました。カイトくん、いつきをよろしくね。お兄ちゃん、カイトくん、バイバイ。じゃあな、また近いうちに帰ってくるから。カイト、ずっと不安にさせてごめんな。ううん、いつきくんのおかげで最高の夏休みになったよ。俺もだよ。カイト、一緒に来てくれてありがとう。寝ちゃった。寮に帰ったら一緒に風呂入ろうな。